すみなさいませ。あら、霧島さん。おやすみじゃないでちゅ。また仕事をサボってましたね。では、なぜ寝る必要があるのでちゅか。図書室は静かにしなくちゃいけないでちゅから、音を立てずに叩くにはこれがいいんでちゅ。ここに来ているのであれば、ついでにこの本を探しておいてくだちゃい。サボろうとした罰でちゅ。働かざる者食うべからずでちゅ。冬葉ちゃん。はい。今後所長が来ても寝かさないように。はい、わかりました。以後気をつけます。じゃあ所長頼みましたよ。お返事は？では、後ほど。大丈夫ですか、高博さん。わかりました。お手伝いいたします。本当に迷われる方もいらっしゃいますよ。そういう方の捜索も我々秘書の仕事なんです。私はどちらかというと捜索される側のことが多いんですけどね。どのような本を探すのですか？それらの本だと経済の棚ですね。こちらです。ここの R45 から R55 までが経済関連の本棚なのですね。はい、ここにある本すべて経済関係の本ですよ。一応50音順にはなっていますので、順々に見ていけば見つかりますよ。あーですね、あは確か、ですね、あのあたりになりますね。せですと3つほど先、R47 の本棚だったと思います。さあ、行きましょう。はい、わかりました。経営の友と
上司との正しい付き合い方ですね。頭に落としてしまいました。痛かったですよね。申し訳ありません。少々お待ちくださいね。しませんか？そうなんですが、しませんか？はい、ボールペンですよ。よかったですね。今日はちゃんと日が沈む前に戻ってこれましたからね。いえいえ、何をおっしゃりますか。これが私の仕事ですよ。はい、お待ちしております。
色悪いなんてひどい言い方。おっと、今日は旦那様に聞きたいことがあるの。なんかムカつくけど、そういうならやめる。聞きたいことがあるのよ。じゃあね、スパッツとブルマとスクール水着のどれが好き？ちゃんと答えて。ふむふむ、びっちり系ね。ううん、なんでもない。わかった、ありがとさ。じゃあね。高博さん、おはようございます。あの、昨日のようなことがないように。ごめんなさい。これもダメでしょうか。ベッドの前で高博さん見つめていると、なんか幸せな気持ちになって寝てしまうのです。ごめんなさい。はい、おや、お疲れですかな。それならば、より一層腕を振るわなっては。お待ちあれ。電子遺伝子？あ、何それ。
箱のことか。へえ、あれで温められるんだ。出かけられるのですか？え、あの…え、あ、でも、お出かけですよね。飛び飛びなんですよ、記憶が。だからどれが一番古いのかわからないのです。でも少しだけあるのですよ、つながらないような突拍子もない記憶が。でもそれは昔の記憶ではなくて、もしかしたら夢の類かもしれませんが。リニアがずっと歩いているのですよ。なぜ歩き始めたかはわからないのですが、それでもリニアはずっとずっとずっと歩き続けているのですよ。何のため歩いているのかわからないのですが、それでも歩き続けて、気がついた時には手が外れてなくなっていて、次に気がついた時には足が錆びて動かなくなって、そして誰もいない場所で倒れたまま動かなくなって、それだけなんですよ。あとは全く覚えていないのです。人はお母さんとの出会いを覚えているのでしょうか。リニアはいつからレイさんと出会ったのかよくわからないのです。気がついた時にはレイさんがリニアのそばにいてくれて、リニアの記憶は曖昧なのですよ。